ジャーズがオリオールズをスイープで優勝決定、シリーズ出場決定。もうどうにでもなあれ。テキサス強い。藤波はシャンパン飲んだだけか。まさかオリオールズがスイープされるとは。2000年以降ワールドシリーズ連覇がない記録がなんとなく続いてほしい派の自分は、テキサスがこのままの勢いでアストロズ倒してくれやまあいいかって感じだけど、今年のテキサスとアストロズの直接対決の勝敗はいかほどなんだろ。アストロズの9勝4敗。こりゃダメだわら、またアストロズか。ワールドシリーズ。90年代のレンジャーズもプレイオフでヤンキースに負け続けた印象。シアトルとテキサスが交互に地区優勝してた頃だな。マネーボールの夜明け前って感じ。富士、プレイオフの怖さを知った。ラッキマン泣きそう。あっさりすぎるやろわら。あちゃあ。テキサスお見舞い評判は何だったんだというぐらいや、東弱かったわらわら。終わったー。終わった。グッバイ富士。テキサス強い。強かったレンジャーズ。ボルチモアよっぱ。シアトルでシャンパンファイトやった翌日に負けて地区優勝逃したのに、それから5連勝するとはなぁ。これボーティーの手腕と言っていいんかな。テキサスオメボルチモアも今季はよくやったわ。お疲れ。アストロズはオリオールズが来た方が怖かったかもな。明日は3試合になりました。藤波が大谷に先んじてチャンピオンリング獲得するという野球史上に残る笑い話を期待していたんだが残念。ポストシーズンで1球も投げずにな。TJ2 回のエバルディス5よ。日本人は結局 CS にも行けずか、ツインズもどうせ無理よ。あ、東がハイレベルとか言うてたやつ息してる。ヤンキースとレッドソックスという雑魚から稼いでいただけだったな。藤波さん落とした。俺たちの藤尾はさ、まだ前剣がいるから。テキサスがここまで立ち直ったのが逆にすごいんだと思うの。リーグチャンピオンシップはテキサス州のチーム同士かな。ヒューストンってテキサスなのか。テキサスはシーズン前半の好調な雰囲気だな。レンジャーズ地区シリーズ突破おめでとう。打線が復調したことが成功の証だと思う。